お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日は、横浜ブラックアウトということで、イベントのね動画を今から撮っていきたいなと思います。まあ、いつも通りね、翌日に上がることにはなるんですけど、まあ、どんな感じのねお店が出ているのかとか、ちょっと珍しい感じの生態がいたらね皆さんにご紹介していけたらなと思いますので、ぜひね最後までゆっくり見ていってください。はい、まずはね、ボールパイソン専門店のデューレプタイルズさんのブースです。こちらはね、店長のコロさんにたくさんね紹介していただきました。まあこんな感じでね、人気な白蛇たちがずらっとね集まっていて、ファーストボールにふさわしいような子たちもねいっぱい並んでました。まあ、何よりもね、こちらのブース重ねてね置いてなくて、どのボールパイソンもしっかり見れるように綺麗に並んでいたので非常に見やすかったなと個人的にはね思います。まあ、パッと見るだけでもねかなり好みの子たちが並んでおりまして、中でもこちらデザートゴースト 66% ヘトル TS キャザンティックと、まあ、ブリードしたい方にはかなりいいボールパイソンなんじゃないでしょうか。しかもメスですよ、メス。そしてこちらラベンダーアルビノのオスですね。まあ、人気な種類のアルビノかと思います。こちらも同じくラベンダーアルビノ、やっぱ綺麗ですねラベンダーアルビノは。そして他にもね似たようなカラーですが、こちらの子バナナシナモンのオス、結構この子のオレンジの発色がね綺麗でした。で他にもちょっと夢川系ばっかりですけど、バナナシナモンピンストライプという感じでちょっとこう複雑な感じのね柄をぼんやりと出してますが、この子もね個人的には結構好きでした。まあ、カメラがちょっとオレンジをねしっかり拾いきれてないところもあるんですけど、で、おすすめのバナナシュガーです。綺麗ですね。こちらコロ店長おすすめの個体でした。めっちゃ綺麗で、大人気はやっぱこの辺なんじゃないですかね。バナナエンチクラムのオス、まあ、今回ねファーストボールにふさわしいボールパイソンということで一般受けするような可愛い子たちが多かったですね。バナナエンチブレードクラウンオス、そして隣がバナナクラウンですね。このバナナクラウンの黄色はねかなり明るく発色していて、他の子たちともねちょっと違った感じで良かったです。そしてエキゾチックサプライさんのブースです。こちらではね結構気になる子を紹介したいんですけど、キスジイシヤモリですね。この子昔から気になってるんですがなかなかね、お迎えしておらず、他にもガレアータスイシヤモリというね可愛い感じの小型のヤモリもいました。この子も結構ね見た目が可愛いんで気に入ってるんですけどね、意外とこういう小型のヤモリって金額がちょっと高めになっておりまして、個人的にはねお迎えして飼ってみたいなと思ってるんですけど全然手を出してないヤモリです。そして鬼玉尾ヤモリですね。まあこの手は皆さんね知ってる方多いかと思うんですけど、結構ね小さめのベビーサイズで入ってきてました。なんか可愛いですねコロッとした感じで。でなめはだ玉尾ヤモリ、こちらもめちゃくちゃ人気の種類かと思います。はい、じゃあ続いてこちらコキシベニナメラというなんか変わった名前のヘビなんですけど、ヤモリ食いのヘビらしいんですが、ピンクマウスにねへついていて飼育しやすくなっているということで、カラーとね柄とこの顔つきですね結構気に入ってて、結構最後の最後までお迎えするか悩んだんですが今回はね見送りました。続いてスジメアオナメラブルーというねなんかかなり青いヘビですけど、これは色彩変異で青みが強くなってる個体だそうです。ブルーフレナータって書いてますね。まあ、僕もこの手のヘビは詳しくないのでよくわからないんですけど、かなりね美しい体色でした。でまあ知らないんでね、まあ、いいなとは思ったんですけどお迎えするわけにもいかず、皆さんにねご紹介するだけと。で姫岩ピルバラトカゲとかもねおりました。いつか飼ってみたいトカゲです。でこちらハイナントカゲモドキベビーですね。かなり並んでました。で実は僕こちらでねハイナントカゲモドキのメスを2匹お迎えさせていただきました。自宅にねオスが1匹いるので、今回お迎えした子たちを大きくして自宅でハイナントカゲモドキの繁殖チャレンジしていきたいなと思います。こちらタイガー月光、なんかね初めて見るんですけど、まあ見た目がかなりねかっこよくて、かなり飼いやすいヤモリではないのかなとは思います。
でこちらペグ細指ヤモリというね、あんまり知らないヤモリなんですけど、柄がなんか結構パンチあって良くないですか。ちょっと気になっちゃいました。顔はこんな感じ。いろんなヤモリがいますね。で次はこちらレオパ、ユニバースというモルフです。ホワイト&エローギャラクシー。めちゃくちゃギャラクシー感の強い顔立ちをしていて、この子すげえお迎えするか悩みました。本当に悩んだんですが、もううちはレオパめちゃくちゃいっぱいいるのでね、もし10匹とかそのぐらいだったら 100% お迎えしていた子です。めっちゃ綺麗ユニバース。そしてこちらマックスのエクリプスなんですけど、この子もね、鼻先の白抜けが結構しっかりしていて、体のね、発色も個人的には白みがかってて好きでした。この子もね、うちも数少なかったら昔してたんですけど、今回は見送りました。続いてラケルタさん。西アフリカトカゲモドキをメインに扱ってるんですが、ホワイトアウトアメルのヘテロパターンです。オレンジの発色が相当綺麗だなと思いました。柄もねバランス取れていて綺麗で、なかなかいいですね。アメルは人気だからね、良いんじゃないですか皆さん。そしてこちらホワイトアウトパターンレスヘテロオレオのポシブルヘテロゴースト。まあ、ホワイトアウトパターンレス、かなりうっすらとしたね、柔らかいオレンジ色の発色が出ていて、結構この子もね綺麗でした。同じモルフですね、こっちの方がちょっと発色が強いかな。なかなかねやっぱ顔つきが可愛いので、この手のね、モルフとかはより一層ね皆さんに好かれそうな西田フちゃんですね。本当に綺麗です。そして、ホワイトアウトスノーヘテロズール、まあ、スノーがキャラメルオレオなんでホワイトアウトキャラメルオレオなんですが、このねホワイトアウトとキャラメルのコンボモルフって実はうちにはあんまりいなくてですね、あんまりてかいないのか一匹も。やっぱこのカラーリングは結構皆さん好きな人多いんじゃないですか。ミルクティー調で、いやいいな、いつかちょっとねお迎えしたいなと思いました。あ、顔もやっぱ可愛い。ホワイトアウトスノー、いいモルフの西アフですね。続いてエンエンさん。こちらは小動物をメインで扱っているお店です。こちらがヒメハリテンレック。うちにもね、2匹いますけど、1匹は実はエンエンさんからお迎えさせていただきました。めちゃくちゃ可愛くないですかこの顔で。結構おとなしい子がね多いんですよ。でハリネズミとの比較をね、皆さんにご紹介したかったので、店長さんに持っていただきました。すごくないですか、ハリネズミの防衛本能やばいな。でヒメハリと比べてハリネズミはね針が太くて、なんだろう、鋭いというか硬い。めっちゃすげえ顔してんな顔が。でもやっぱねこうやって見ると顔つき全然違いますよね。でハリネズミの方がちょっとこう活発なのかな。大きさも違うし、やっぱ僕はねヒメハリテンレックの方が正直タイプでしたね。可愛い、おとなしくて本当におとなしいんですよね。はい、こちらですねすごいな。痛そう、ハリネズミの方の針はぶっ刺さりそうです。まあこんな感じでね、爬虫類イベントには小動物とかもね、扱ってます。でフクロモモンガのモザイクホワイトテールという、めっちゃ可愛いですね。うちにもねホワイトフェイスの梅ちゃんっていうフクロモモンガがいるんですけど、真っ白のタイプ、またちょっと違った種類の生き物に見えて面白いですね。可愛いわほんまに。でこちらが別のフクロモモンガ、モザイクリングテールと、まあちょっとこう白みがかったグレーの子なんですけど、尻尾がねちょっとよく見せるとね輪っかがついてるんですよ、尻尾の先に2つほど。これ面白いですよね。で何が面白いかと、この子特にね頭の模様がハート型なんですよ。で今フクロモモンガ用のマシュマロを持ってきてくださってるんですけど、こうやってあげると食べてくれると。めっちゃ可愛い、ペロ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 して、でこうやってねマシュマロをね食べる姿を見るとやっぱたまんないですね。フクロモモンガ手でこう持ってちょっとずつかじって食べてる姿が本当に可愛いです。マシュマロが好きな哺乳類って何、マジ可愛くないですか。キャラでしょう、もうもはや本当に可愛いです。続いてこちら、ちょっと変わった生き物です。スキニーハムスターというね毛のないハムスターです。ハムスターってねあんなふわふわで可愛い顔してるけど、毛全部なくしたらこんな感じなんですね。なんかちょっとブサカワというか、まあ、これはこれでねかなりキャラクター性あって愛くるしくて可愛いんですけど、
なんかね、こうやって、個体によっては肌の色がね、異なる子も出てくるようです。いやでもなんかこう、なんていうのかな、生温かくてなんかこう人肌を触ってるような感じで不思議な感覚でした。まあでもこの子たちはね、ハムスターには変わりないんで、寿命はね、2年とか3年とかそのぐらいしか生きれないみたいです。なかなか面白いですね。風邪ひかないといいけどね、毛がない分寒そうなんで。まあこんな感じで爬虫類イベントには小動物哺乳類たちも結構おりますということで、続いてのお店はこちら、ビッパーハチコレさんですね。埼玉ブラックアウトの時も動画で撮影させてもらったんですけど、このレオパエグくないですか。タンジェリン、カメラね、オレンジちょっと捉えづらいんで、この映像の 1.5 倍ぐらい色が強いと思ってもらえたら相当すごいことがね、わかるかと思います。隣にいるトレンパアルビノというね、こちらのモルフも結構オレンジの強いね、アルビノでした。で、こちらも同じくタンジェリン。もうちょっと色濃いんですけどね、やっぱカメラじゃなかなかね、映しきれない。だとしてもこの左の子とかめっちゃ綺麗ですよね。こちらはね、このショップで働いてる方がブリードして、持ってこられたね、個体らしく、なかなかね、素晴らしいブリーダーさんいますね。で、こちら、クレステッドゲッコのリリーホワイト。前回もね、同じぐらいクオリティ高いリリーホワイトをご紹介させてもらったかと思うんですけど、今回もいました。別個体です。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。いつかね、このクオリティのね、リリーホワイトを飼育してみたいなとは思ってるんですけど、まあ、やっぱね、お値段はね、まあ10万円以上はね、する結構なかなかいい金額してました。だとしてもこのクオリティはやばいです。本当にこんなリリーホワイトはね、お迎えしてみたいですね。で、続いてこちら、シェルターが目についてね、動画撮らせていただいたんですけど、植木鉢をきれいに半分に切ってね、シェルター代わりにして販売されているブースでして、僕ね、今手に取ってるものを2つ購入させていただきました。小型のヤモリとか、あとは両生類ですね、イモリとかサンショウウオ系のシェルターにぴったりだなと思って、こちらをね、購入させていただきました。まあ、こちらのブースメインはね、ツノガエルのブリードをされているみたいでして、アマゾンツノガエルとかいろんな種類がね、並んでおりました。なかなか綺麗な子たちですね。で、続いてザリガニ本舗さんです。まあ、以前も動画でね、取り上げさせてもらったと思うんですけど、やっぱり今回も綺麗なザリガニ、アメリカザリガニですね、いました。来年の4月だったかな、その辺からね、もう購入ができなくなるので、こういった改良品種、綺麗なカラーのザリガニたちは今しか買えないと。アメリカザリガニのコバルトという種類ですね。めちゃくちゃブルーで綺麗だったです。一瞬ね、購入して自宅で増やそうかなと思ったんですけど、やめときました。大変そうで、アメイロイボイモリですね。このぐらいのサイズの子たちもいっぱいいたし、より色がちょっと濃いめの南イボイモリもいました。結構ね、オレンジ強くて、こちらもね、可愛かったですね。それでは最後、ちょっと現場の音声でお届けしたいと思います。オリュザさんです。はい、ピコさん、その子なんすか。うわ、バカ綺麗。なんすかそれ。これはですね、アフリカカメレオンっていうね、バシリスクカメレオンっていう、日本初めてね、入荷した一番今激アツの。お、いくらするんですか。これで、ペアで9万5000円ですね。普通に色綺麗だし欲しいんやけど。そう、めちゃくちゃ綺麗なね。で、エボシカメレオンともちょっと違う、肌の質感とかがちょっとザラザラしてる。めっちゃかっこいいわ。いい、でかいし。これ女の子ですね。まあ、こんな子もね、オリュザさんにはおります。めっちゃいいな。いや、めっちゃいいね、このカメレオンね。ここは YouTube でも全然僕のやつ以外で出てないですね。何やら新しいのを取り出してきましたけど、はい、これは地中海カメレオンっていう、これもエジプトのカメレオンですね。結構じゃあ乾燥に強いんですか。なんかでも色味的に見てもらっても分かる通り、結構茶色系なんですよね。見た瞬間乾燥してるようなカラーしてますよね。そう、なんかね、肌質もそうなんですけど、で、尻尾もちょっと普通のカメレオンに比べて短いんですよ。確かに短い。で、なんか顔もコロンとしてて、ねえ、可愛いわ。で、ちょっと面白いのが、ここにフラップって言って、ちょっと耳みたいなのがあるんですよ。え、ほんまや、こう開くんですか。そうなんですよ、多分ね、パタパタ、まあショートワンカメレオンとかってこういうフラップがあって、それが特徴なんですけど、なんかすごい申し訳程度のフラップがついてる。可愛いやつ。なんか可愛いっすね。可愛い。これもまあ結構珍しい。珍
しいカメレオンですね。ファンサーカメレオンのアンビロード、やばいな、綺麗ですね。これ特別綺麗なやつですね。ちょっと出してもらいます、出しましょうか。いや前もね、オリザさん、うわマジ綺麗、やばいね。体格もいいし、やば、ワイルドっすか。いや、これは CB ですね。 CB? はい、 CB でこんなでかくなんねや。これはぜひね、繁殖とかでね、この血を残してもらいたいっすよ。えぐいわ、これはすごいよ。うわ、ちょっと正面みたい。うわー、すげえ。うわー、ラララララララ、分かってんな。わお、すごいね、めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗、相当綺麗。この子はワイルドのジャクソンカメレオンらしいです。そうですね、しかも買い込み個体でめちゃくちゃ状態も良くて元気いっぱい。おこやな、おこやな、何触ってくれてんねんみたいな。でもカメレオンってなんか口開けて威嚇するけど噛まないっすね。そうですね、あんまり噛まれたことないっすね、僕も。はい、拍手。いやー、迫力やば。でも角長くないですか。角、やっぱワイルド特有のこの子、しかも特に綺麗に3本シャビーンって伸びてる。これで相手のカメレオンをぶっ刺すんですか。刺しはしないですね。こうなんか剣みたいにこうやって戦う、カブトムシみたいな。色がなんかすげえ黄色になってきた。そうですね、ちょっとなんか興奮して色が変わってきましたね。素敵。見て、ずっと見て、見てる。何お前体に触れてんねんみたいな。誰や思てんねん。俺の角見て分からんのかこれ。すごいね、これは恐竜やわ。これかっこいいっすよ、恐竜やわ。すごいな。いや最高っすねこれ。これね、いいやつっすよ。あとは有馬さんの好きなのしば。あ、いや噛まれたわ。あんまり痛くなかったけど、やっぱ気合入っとるわ。なんてやつですか。やば、ナイス。あら、すごいねこれ。すごいわ。ヤマビタイヤモリ、テラオヤモリ。うー、いいね。ありがとうございます。はい、ということでね、横浜ブラックアウトイベント会場のご紹介動画でした。今回ね、イベントで購入したものとかねあるんですけれども、またそれは別途他の動画とかでね皆さんにご紹介していきたいなと思います。次回ブラックアウトはですね、10月の23日大阪ブラックアウトです。まあこちらもね、いつも通り僕は行きますので、ぜひね、気になる方イベント来ていただけたらなと思います。ということで本日の動画はこの辺にしておきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。